ジェンコンは来場者数と行われるイベントの種類の双方において北米最大の卓上ゲームコンベンションである。伝統的なペンと紙、ボード、カードを用いるロールプレイングゲーム、ミニチュアウォーゲーム、ライブアクション RPG、トレーディングカードゲーム、ボードゲームなどが対象とされる。またコンピュータゲームも対象とされる。来場者は 様々なトーナメントや双方向型ゲームのセッションに参加することができる。2015年に開催されたジェンコンのユニーク来場者数は6万1423人であった。後に、ダンジョンズドラゴンズを共同創作したゲイリーガイニックスによって、ウィスコンシン州レ、レイクジェニーバでウォーゲームのコンベンションとして、1968年に初めて開催された。 コンベンションの開催地は1985年に、ウィスコンシン州ミルウォーキーに定着するまでの1972年から1984年の間、ウィスコンシン州内の様々な場所で開催された。ミルウォーキーでの開催は2002年までであり、2003年以降は、インディアナ州インディアナポリスで開催されている。ジェンコンは年次のコンベンション以外に、時折が死国内のな場所や、 合衆国外でも特別開催された。1976年、ジェームコンはガイギャックスの共同設立したゲーム出版社であるチームソニックレーシング社が主催者となった。チームソニックレーシング社は1997年にウィザーズ・オブ・ザ・コースト社によって買収されたが、ワトック自身もその後ハズブロ社によって買収された。2002年、ハズブロ社は ジェンコンの主催権をワトックの前 CEO であるピーター・アドキソンに売却した。ジェンコンは2008年にルーカス・フィルムによって申し立てられた訴訟によって短期間第11章破産保護下にあった。組織は1年後に破産保護状態を脱したが、そのまま予定されていた。定期開催は行われた。2010年のジェンコンインディー開催中における。 展示スペースの一部国際王ゲーム連盟は1967年に設立された後、ペンシルベニア州モルバーンで8月に開催された最初の年次クラブコンベンションを含む多くの小さな地区コンベンションを主催した。シカゴ地区に住む幾人かのアイフは会員たちはモルバーンに行くことができず、公式年次コンベンションが開催されるのと同じ、週末にウィスコンシン州、 レイク・ジェニーバにあったゲイリール・イ・ガイギャックスの自宅で非公式の集会を行った。後に、この集会はジェンコン・レイと呼ばれるようになった。1968年、ガイギャックスはレイク・ジェニーバの演芸会館を借り、アイフはコンベンションの後を追いをすべくレイク・ジェニーバウォーゲーム・コンベンションを開催し、これが後にジェンコン・ゲーム・コンベンションとして認知されるようになる。ガイギャックスも、 共同設立者の一人であるアイフアは、この第一回ジェンコンを講演し、演芸会館使用料金50ドルのうち35ドルを提供した。参加者はおよそ100人であった。1969年8月の第二回ジェンコンにおいて、ガイギャックスはロブ・グンツとデイブ・アーンソンに出会った。これら初期のコンベンションにおいては、イベントの中心は、ボードゲームとミニチュア・ォーゲームであった。 ジェンコンの名称は、このコンベンション発祥の地がレイク・ジェニーバであるため、ジェニーバ・コンベンションが由来となった。これは、初期のゲームの多くの主題が絡む、戦争に関する重要な国際条約である、ジュネーブ条約と一文字違いであり、仲間内の言葉遊びでもあった。1971年から、ジェンコンはレイク・ジェニーバ戦術研究会が共同スポンサーとなった。 1975年から、ジェンコンは、ダンジョンズドラゴンズロールプレイングゲームの最初の出版社である、チームソニックレーシング社によって、主催、運営されるようになった。続く10年間、イベントは大きくなり、米在京軍人会館、ジョージ・ウィリアムズ大学、レイク・ジェニーバ・プレーボーイ・リゾートなど、ウィスコンシン州南部の様々な場所で開催された。 コンベンションは1978年に、ウィスコンシン州家農舎のウィスコンシン、大学パークサイド港キャンパスで開催されるようになり、これは1984年まで継続された。ジェンコンウエストは1976年から1978年まで、カリフォルニアで3年間だけ開催された。1978年から1984年まで、ジェンコンサウスが、 フロリダ州ジャックソンビルで1981年と1982年にジェンコンイーストがまずニュージャージー州チェリーヒル翌年にペンシルベニア州チェスターで開催された1985年ジェンコンはより広い会場が必要となったためウィスコンシン州ミルウォーキーのミルウォーキーエクスポジションコンベンションセンターアリーナに移転して開催されることになった 移転直後の来場者数は5000人であったが、1995年には3万人に増加し、ジェンコンはロールプレイングゲーム業界で第一級のイベントとなった。1992年にジェンコンは1万8000人の来場者を記録し、他のあらゆる合衆国におけるゲームコンベンションの来場者数の記録を更新した。ジェンコンは最大のライバルである。 オリジンゲームフェアと短期間提携し、1988年と1992年に合同コンベンションが開催された。ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社は、マジック・ザ・ギャザリングを1993年8月のジェンコンで初公開した。このゲームはその年の年末までに投入された250万枚のカードを売り尽くし、極めて人気が高いことを証明した。 その後のトレーディングカードゲームの熱狂的流行により来場者数の増加が見られ、1995年の記録が達成された。ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社は、チームソニック・レンシング社を1997年に買収し、自身もハズブロ社によって1999年に買収された。ジェンコンは1998年にミッドウェスト・エクスプレスセンターに移転した。 1999年11月、ワトックは2002年のコンベンションを最後に、ジェンコンがミルウォーキーから移転することを発表した。ワトックの創設者である、ピーター・アドキソンは、2002年5月にジェンコンの主催権を、ハズブロ社から買収し、運営のためにジェンコン LLC を組織した。アドキソンの指導による、最初のコンベンションは2002年8月に、ミルウォーキーで開催された。 ジェンコンは2003年にインディアナ州インディアナポリスに移転した。ピーター・アドキソンはこの移転の理由としてミルウォーギーのコンベンションセンター周辺の宿泊施設の不足、施設レイアウトの不満、施設のエスカレーターがたびたび故障することなどを挙げた。ジェンコンインディ2003の会場でプレイ中のカタンの開拓者たちインディアナポリスに移転してからはジェンコンインディーと呼ばれるようになり、 インディアナコンベンションセンターを会場にして、毎年2万から3万人の来場者を集め続けた。ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社は、ジェンコン・インディ2004において、ダンジョンズドラゴンズゲームの30周年を祝う援助を行った。2005年には、ジェンコン・インディーは、参加者の直接消費額が、インディアナポリスで行われる他の、あらゆる年次大会のそれよりも、高額となった。アドキソンは、 カリフォルニアでのコンベンションを再開し、ジェンコンソーカルと名付けた。中西部での大会よりは小規模であり、2005年には6300人の来場者を記録し、北米における3番目に大きなホビーゲームコンベンションとなった。これはアナハイムコンベンションセンターを会場としていた。アドキソンが2003年にジェンコンを小さな E3 にすることは望まない。 と述べたにもかかわらず、2006年半ばに E3 が規模縮小を行うと、ジェンコン LLC はビデオゲーム業界により多くの展示スペースを提供すると発表した。ジェンコンはその意図を E3 が放棄したところを拾い上げるためと説明した。同じく2006年はフランチャイズの当たり年であり、ジェンコン LLC はスターウォーズセレブレーションと呼ばれる公式スターウォーズ。 コンベンションを運営した。インディアナコンベンションセンターは、主にジェンコンの増大し続ける来場者数に、対応する目的で2億7500万ドル以上をかけて、2011年に大拡張工事を完了させた。ジェンコンは1990年代に、ヨーロッパでも開催された。最初の年次のヨーロピアンジェンコンは1990年に、イギリスのイーストサセックスで開催され、 1994年には、ジェンコンバルセロナが、スペインのバルセロナで開催された。ヨーロピアンコンベンションは1997年まで8年間、イギリスで開催された。1998年には、ヨーロピアンジェンコンは開催されなかったが、1999年に1回だけ、ベルギーのアントワープで再開催され、2006年から2008年まで3年間だけ、 フランスのパリで再開催された。ベネルックスジェンコンは1998年にオランダのティールで開催され、2000年にオランダのデンボスで再開催された。ジェンコンバルセロナは1994年から96年、1999年、2004年の計5回開催された。ジェンコン UK は1998年から2008年まで開催された。 ジェンコンオーストラリアは2008年7月と2009年9月にオーストラリアのブリスベンで開催された。3回目の開催も2010年に予定されていたが中止された。ジェンコンインディ2003における展示ホールジェンコンインディ2005でのカードハラコのコンベンションはゲーム出版社、ゲーム作家、ゲーム関連事業者が多数出展している大きな展示ホールを売り物にしており、 大抵の来場者はここで少なくとも100ドルは消費する。このコンベンションが創立された時から、毎年のイベントスケジュールに登録されている唯一のゲームは、ファイト・イン・ザ・スカイズである。D&D チャンピオンシップシリーズは、ジェンコンにおいて1977年から長期間行われている、ダンジョンズドラゴンズゲームのイベントである。 RP がは1980年末に組織され、ジェンコンで多数のイベントを運営するため、彼ら専用のカテゴリーを与えられている。RP がのイベントは主にリビングゲームであり、プレイヤーが作成したキャラクターは複数のイベント間で継続して使用される。RP ガが,が最初にイベントを運営したのは1981年であった。ジェンコンインディ2003でのゲーム図書館。 ゲームベース71987年、参加者がゲームを借りることのできるゲーム図書館が開始された。1994年には最初のマジック、ザ・ギャザリング世界選手権が行われ、決勝戦でフランスのベルトランデストレを破ったザックドランが優勝した。ジェンコンは様々な事前団体のために寄付金を集めるための多数のイベントがあることを特色にした。 代表的なものにカードハラがあり、それはまず寄付されたトレーディングカードで大きな都市を組み上げる。来場者はその都市を破壊するためにコインを投げつけるように要請される。投げられたコインは集められ寄付金となる。カードハラが最初に実施されたのは1999年である。ゲーム団体ナスクラグは1980年からジェンコンにおいて ダンジョンズドラゴンズのイベントを運営している。ナスクラグは時に彼らのイベントへの参加料を事前団体に寄付することがある。このイベントの運営はユーモラスな傾向がある。ジェンコンライブゲームズオークションはやはり長らく行われているイベントであるがオークションのほとんどは寄付をするわけではない。ドラゴン氏の初代編集長であったティム・カスク。ジェンコン・インディ2009で ダンジョンズドラゴンズの DM をしている巨大な二0面体ダイスと、やや小さめの八面体ダイスはビクともしない。ジェンコンインディ2007アンワールド RPG アワードは、ロールプレイングゲームに与えられる年に1回の表彰式である。エニー賞は2001年に初めて行われ、2003年からは、ジェンコンインディで開催された。実行しているのは、 D&D と D20 システムを対象としたニュースウェブサイトを運営しているアンワールドである。有名なダンジョンズドラゴンズ赤箱セットの立体模型。ジェンコンインディ2010トゥルーダンジョンは等身大のダンジョン潜りを実際に体験できるライブアクションロールプレイイングゲームである。2003年からジェンコンで運営されており一連のパズルと D&D の環境を再現するために設定されたシナリオを特徴とする。2008年、ジェンコン LLC に対する法律面でのトラブルが頻発した。1月10日、ルーカスフィルムは2006年に開催された、スター・ウォーズ・セレブレーション4での契約違反、横領、不当利得を主張し、ジェンコン LLC に訴訟を提起した。さらにその訴訟では、 ジェンコンがそのイベントで行われたチャリティーオークションの収益をメイクアビッシュに渡さなかったと主張していた。ジェンコン側はルーカスフィルムの主張には根拠がなく逆にジェンコンに対する債務があると主張し反訴を提起した。二千八年二月十五日、ジェンコン LLC は外部からライセンスを与えられたイベントに関する著しい思いがけない出費に言及し、 第11章破産保護の申請を行ったことを発表した。破産申請の結果、ルーカスフィルムの訴訟は2008年11月19日まで遅延した。ジェンコンインディ2008は予定通り開催された。2008年11月20日、ジェンコン LLC の資産買い上げの同意書が破産裁判所に提出された。それはこれから結成されるであろう。 ジェンコン買収グループという名の企業が、ジェンコン LLC を未払いの債務と同額で買い上げるつもりであることを表明していた。ジェンコンの代表取締役である、アドリアンスワートアウトはその書類について、うさんくさく謎めいていると述べ、その提案が我らの債権者への最大の利益にはならないと結論した。ジェンコンは敵対的買収を拒絶し、 第11章の手続きに入ってから11ヶ月後の2009年1月11日、破産裁判所は、ジェンコンの破産を認めた。2008年、クリスチャン・チルドレンズ・ファンドは、その年のジェンコンで行われた、ジェンコンライブゲームオークションの収益のうち17,398ドルの寄付を断られた、と伝えた。このチャリティは2008年に死去したゲイリーがエギャックス。 CCF に頻繁に寄付を行っていたに経緯を表して行われていた。ゲーム界隈の幾人かはこの決定に失望を表明した。例えば作家でゲームデザイナーのリッチ・バールーはこれを侮辱的だと非難し、ゲーム愛好家たちからの反響として CCF とジェンコンの双方が何が起こったのかの公式声明を発表するよう求めた。見解の相違による結果として、 ジェンコンは別の事前団体を支援することに決定した。2015年3月23日、アドリアン・スワート・アウトは、インディアナ州知事マイク・ペンスに書簡を送り、知事が署名することを決めた SB101 を再考するよう求めた。法案の反対者はこれによりビジネスの不当な選別を許し、LGBT コミュニティや、その他の集団に対する差別につながると述べ、この法案により、 州内でのビジネスが宗教的根拠によって誰でも否定することを許してしまうだろうとした。スワートアウトは書簡の中でジェンコンは民族性、文化、信念、性的傾向、社会的性同一性、能力、社会経済的背景の異なる50州すべてと40カ国以上から来訪した多様な参加者を誇りを持って歓迎してきたと指摘し、そしてこのような 広範な多様性が我々のコンベンションの成功と成長の重要な要素であると続け、毎年地域経済に5000万ドル以上の貢献をしていることを付け加えた。スワートアウトはこのような法案に署名することは州経済に直接の悪影響を及ぼし、2011年にジェンコンの増大し続ける参加者を受け入れるためにすでに大拡張工事を完了させてしまっているが、 将来もインディアナ州でコンベンションを開催するかどうかについて意思決定要因にもなるであろうと述べた。以下で提示された数値に基づいた全ンコンコンベンションへの来場者数。ありがとうございます。